サマセットハウスは、イギリス、ロンドン、メイフェア地区の主要ドーパークレーンの東側にかつてあった18世紀のタウンハウスである。1769年から70年にかけて建てられ、1915年に取り壊された。パークレーン40番として知られていたが、現在の地盤では140番にあたる。邸宅の自由保有権は、グローブな家が持っていたが、 不動産賃借権は、第二代ベートマン死借営領インド初代総督、ウォーレン・ヘイスティングズ、第三代ローズベリー伯爵と承継され、ついで賃借人となったサマセット校の名前が邸宅名として、長く残ることとなった。最後の賃借人は、出版社経営者のジョージ・マレー・スミスとその妻であった。サマセットハウスは1769年から70年にかけて、 第2代ベートマン死者ジョン・ベートマンにより建てられた。設計はマスターカーペンターのジョン・フィリップスで、彼はグローブナージ書の北西の角のすべての開発の引き受け人だった。新しい邸宅はパークレーンに面して建てられ、正面玄関はヘレフォードストリートに続く中庭に備えられていた。邸宅は地上4階建てで、フロア全体を拡張する出窓が付けられていた。 一つの上はパークレーンに面しており、二つは庭園に面していて、それはノースローに続いていた。現存するサマーセットハウスの描写画によると、邸宅は化粧漆喰に覆われていて、ファサードはおそらくレンガ造りで、窓にはポートランドストーンがあしらわれていた。一階のエントランスホールにはポートランドストーンが敷き詰められていて、ダイニングルーム、ドローウィングルーム、 ドレッシングルームに続いていた。階段には石段と鉄の手すりがついており、ホールから2階に続いていて、そこにはベートマン夫人の寝室と化粧室を含む3つの主要な部屋があった。中庭の北端はオックスフォードストリートに繋がっていた。そこには堅牢な建物が建っており、地下には台所が作られていて、邸宅と地下通路で結ばれていた。 ベートマンは邸宅を完成させるために、フィリップスに7000ポンド支払うことに同意したが、他の受け負う業者も関与していたため、実際に支払ったのは6000ポンド以下だったようである。ウォーレン・ヘイスティングズ・ティリー・ケトル作1789年ベートマンは、英業インド初代総督であったウォーレン・ヘイスティングズに、邸宅を売却した。売買代金は、約8000ポンドでその半額は一括で支払われ、 ヘイスティングズは1789年11月に入居した。これは彼が議会から弾劾告発を受けた直後であり、1795年に無罪を勝ち取るまでの長い裁判の間、ロンドンの邸宅として使われた。1797年にヘイスティングズは邸宅をオークションに出し、第三代ローズベリー伯爵ニールプリムローズが9450ポンドで、 落札した。プリムローズは壁の絵画の提供を受けたが断った。ヘイスティングズの日記には絵画は無料でクリスティーズで処分した。との記述が残されている。ローズベリー伯爵が居住していた11年間についてはほとんど知られていない。1808年、邸宅は第11代サマセット校エドワード・アドルファッサンモールに売却された。 第12代サマセット公1869年8月、第11代公は邸宅をサマセットハウスと改称した。後に、ジョック・コルビルは、その著作で、すでにその名前が付けられた、より素敵で勝者な邸宅があったため、彼の無遠慮な影である、と述べている。その邸宅は、ロンドンにおける3番目のサマセットハウスとなった。サマセット公は邸宅を増築したかったが、 南側に拡張すると、キャメルフォードハウスが邪魔になるため、そこに住んでいた初代、クレンビル男爵と交渉したところ、うまくいかなかった。そこで1810年、サマセット公は、邸宅と旧社の間にある中庭に建物を建てることについて、地主である第二代グローブナー伯爵と話した。しかし、中庭の法的取り扱いについて疑義があり、また、その増築によって、 ヘレフォードストリートが暗くなると考えて、グローブナー伯爵は認めなかった。1813年、サマセット校は妻について、弟のエップ・ジョン・シーマーに、シャーロットは、タイムの生け垣の上を飛ぶ蜂のように忙しい。彼女は一つの職業のようにその家へ手を入れ、古いものを好むようだ。と語った。1819年、サマセット校は再び中庭への建設を考え、 グレンビル男爵とグローブナー伯爵との交渉の後、キャメルフォードハウスのライブラリーの窓の近くまで2階建ての短い増築部が建てられた。1821年あるいはその翌年には北側に1階建ての玄関回廊が追加された。サマセット公の最初の妻は1827年にサマセットハウスで亡くなり、1855年には彼が亡くなった。その後、 彼の二番目の妻が亡くなる1880年までその家にいた。第十二代サマセット公、エドワード・シーモアは、ウィリアム・キュービット・カンパニー社に委託して、邸宅の修復を行ったが、1885年に彼が死去した後は数年間空き家だった。第十二代公は、パークレーン40番という住所名を使用していた。彼はサマセットハウスを、 娘のハーマイオニー・グラハムに残し、彼女は1888年に未亡人となった。1890年、ハーマイオニーと息子の第四代順弾尺、ロバート・グラハムはサマセットハウスをスミス・エルダーカンパニー社の社長ジョージ・マレー・スミスに売却した。ジョージ・マレー・スミス・ジョン・コーリアー作、ジョージ・マレー・スミスは1901年に亡くなるまでサマセットハウスを居宅とした。 彼の家族による賃釈契約は1915年まで続き、彼の未亡人は1914年5月まで住んでいたが、1906年にはキャメルフォードハウスと共にサマセットハウス一帯の再開発のための交渉が始まっていた。第2代ウェストミンスター公爵ヒューグロブナーは自由保有権者として40番への敬意と歴史的背景を考慮し、 二つの建物の解体を許可するのには不安を感じていたが最終的にこの計画に同意した。キャメル・フォード・ハウスは1913年に解体された。邸宅を離れる時、スミス夫人は台湾行きの囚人に使っていたといわれる毒棒を含む鎖付きの地下室があると主張したが、その時のグロブナー辞書の調査員、エドモンド・ウィンペリスの調査によると、 その類のものは何も見つからなかった。1901年、雑誌アーキテクチュラルレビューには、パークレームの以前のカジュアルな優雅さは、もう一つのマンハッタンの五番街に作り替えられたかのような、けばけばしい巨食と、浪費にとって変わられた。との論評が掲載された。1905年の新聞によると、使用道にはあまり人気がなくなっていて、 邸宅の内発見が貸し出されるか売られる。その後、バスの騒音への苦情が出て、1909年までには、不動産価値は低下した。これらの要因により、サマーセットハウスは1915年に解体された。開発には、民衆からの反対があったが、その敷地には、フランクベリティ設計によるアパートが、1915年から19年にかけて建設された。 サマセットハウスが解体された時、4つのマントルピースが、クロブナージ所の他の邸宅に移設された。2つは、グリーンストリート11番、残り2つは、パークストリート50番で、それらは1980年代まで残っていた。かつて、サマセットハウスがあった敷地には、現在ロンドンマリオネットホテルパークレーンが建っている。ありがとうございます。